はい、フランス語の通訳、翻訳のお仕事とか、あと最近はフランス好きが集まるオンラインサロンを、立ち上げまして、その運営をしております。私がもともとフランスの情報みたいなものをすごくリアルに知れるような、そういうサイトが欲しいなってずっと思っていて、でサイトをちょっと作ってみようかなっていうアイデアは結構前から持っていたんですけども、情報を一方的に配信するのではなくって聞き取る側もリクエストできたり、こんなに情報が欲しいっていう、そういう総合的なコミュニケーションができる、そういうところを作りたいなっていうのをずっと思っていて、それで今回それをオンラインサロンという形で作ってみました。私たちが思っていたよりも本当にフランスが好きな人ってすごくいるんだなとか、フランスが好きな人って本当にこんな詳しいところまで情報を本当に欲しいと思ってるんだなっていうところが、もう少しフランス初級者みたいな形の方が多く集まるのかなと思っていたんですけれども、そこがちょっと意外にもっとフランス上級者みたいな方が結構集まったのが意外でした。そうですね、とにかくもう街の雰囲気はすごく好きで、建物も素敵ですし、店のショーウィンドウだとか至る所のもう街の作り全てがとにかく好きなんですけれども、そことは別に人としての在り方とか生き方みたいなところがすごく自由だったり、自分をすごい大切にするフランス人の生き方みたいなところもすごく魅力的なところだなと思ってます。きっかけは一番最初に15歳の時に初めてパリに旅行に行った時に、本当にパリの美しさに心を打たれて。もともと語学の勉強も好きだったので、フランス語を勉強したいなと思って、そこからどんどんフランスにハマっていったとか、のめり込んでいった感じです。フランス語はそうですね、ある程度しゃべれます。はい、まずはですね、まだちょっと立ち上がったばっかりなので、会員さんをもっとどんどん入っていただきたいんですけども、その後の形っていうのは作る私たちが決めていくのではなくて、会員さんと一緒にいろいろ相談しながら理想的な形っていうのを作っていきたいと思っているので、どちらかっていうと私たちはイメージを持っていなくって、それを会員さんとともにどんな形になるのかわからないけど、最終的にこんなところに行き着いてたみたいなところが分かると、すごくワクワクするかなと思ってます。結構この1年で自分と向き合う時間っていうのがすごく多くて、ちょっとコーチングみたいなものと出会ったことですごく自分を内省する時間がありました。で、子供がいる中で自分は今後どういう人生を生きていくのかっていうのを考えた時に、やっぱり私はすごいフランスが好きだなとか、フランスに関わる仕事がしたいなっていうのを改めて認識して、でもやるんだったら今しかないなと思って、もうあまり後先考えずに。とりあえずやってみようと思って、誰か協力してくれる人がいないかって声をかけて、今ランチするに至っています。サロンにはですね、ちょっと有料にはなるので、月会費1000円なんですけれども、そちらを支払いいただいたら、今は Facebook の限定グループ内で運用していますので、その限定グループにご招待をしたら、その中でコンテンツですとか、あとはオンラインの交流会ですとか、そういったイベントに参加できるような仕組みになっています。私フランスに住んでいた時はブルゴーニュ地方に住んでいました。皆様ご存知かと思うんですけど、ワインですごい有名なところで、フランスのワイン畑が全面に広がる、そのブドウ畑が全面に広がる、その景色がすごく好きで、そこの畑の中を歩いていると自分の気持ちがすごく落ち着く場所です。とにかく最初の一歩がすごい難しいと思うんですけど、一歩踏み出してしまうと、もう結構2歩目ってすごいハードルが低いかなと思うので、その最初の一歩をね、あまり大きすぎない一歩で本当にいいと思うんです。半歩ちょっとだけ踏んでみるみたいな、小さな一歩だけを一つでも頑張っていけると、あとは結構なんか自動的にどんどんあれよあれよとなんか物事って進んでいくのかなと思うので、小さな一歩をまずはトライしてみるのはどうかなと思っています。